本日は山本周五郎を作く藤二郎の恋をお送りしたいと思います。一藤二郎が道場を上がったのは一番後であった。いつもなら稽古は日没場であるのだが、毎年一度の掃除合いが明日に迫ったので、今日は特に早く閉まったのである。井戸端にももう誰もいなかった。水を汲んで、 汗まみれの体を拭こうと、藤次郎が稽古着を押し抜いたとき、足早に人の近づく気配がして、成瀬様と呼ぶものがある。振り返ってみると、死の一人娘、ナミであった。驚いて藤次郎は、あこれはと、急いで肌を入れようとするのかまわず、娘はさっと頬を染めながら、あの。 誠にむしつけなお願いなのですけど、後で、月神寺の墓地までおいでくださいませんでしょうか。折り入って、ぜひともお話申し上げたいことがございますの。ほ、月神寺の。きっと、お待ちもしておりますから。口早にそれだけ言うと、相手に答える暇も与えず、走るようにして小みは、母屋の方へ去っていった。あまりに思いがけないことだった。どうしたのだ 道次郎はしばらく、ほとんど呆然として、娘の去った方を見守っていた。こんなことは、かつてあった例がない。小波は評判の美しい娘で、川本道場のひなげし、といえば、この小田原城下で知らぬものがないくらいである。しかし、川本勘也門は、非常にしつけが厳しく、門人たちの前へ、娘を出すようなことは、決してしなかった。 関江門は福井義平の直門で、神道無連流に達し、江戸に道場を構えていた頃は、府内十件の一つに数えられていたが、犯行大久保忠兼が小田原に迎えて、五百票を救し、家中の侍、二百国以上の者の市販役に任じたのである。現在その門人は、六十四名に及んでいるが、なるせ東寺を、田森伝蔵、布目佐平太。 島崎一馬、津川作の進の五名は揃った腕利きで、河本の五人組と呼ばれていたし、死の辛抱も極めて熱かったが、それでも誰一人として今日まで、直に小波と言葉を交わしたものはなかった。しかし無論、若い彼らが小波の美しい姿に心を惹かれなかったわけではない。現に人一倍気の弱い藤次郎でさえ、いつからか、 ひそかな死母の情に悩んでいたのである。こうした状態のところへ、ふいに小波の方から話しかけ、ぜひお話もしたいことがあるから、月進寺の墓地まで来てもらいたい。という、密会にも等しい誘いを受けたのだから、藤次郎が驚いたのも無理はないだろう。彼には全く小波の気持ちがわからなかった。そうして、そういう時に、 自分勝手な考え方をして喜ぶほど、楽天的な気質でもなかったのだ。ナルセ様ナルセ様呼ばれてはっと気づくと、うち弟子の小三郎という少年が顔を出していた。先生がお呼びです。そうか、すぐに参る。いろいろの方にいらっしゃいますよ。皆様は先へ行きました。皆って誰と誰だ津川様にタモリ、布目様、それに泥亀。 なんだ、泥亀とは。小三郎は首をすくめた。泥亀とは誰のことだ私が言ったんじゃありませんよ。私はみんなから聞いたんです。だってこの頃は酔っ払って乱暴ばかりするもんだから、浄かなもの者は誰でも、泥亀、泥亀って嫌がっているんです。島崎一馬のことだな。藤次郎はそう気づいた。一馬は幼い頃からの親友で、藤次郎のおっとりした性質とは、 反対に鋭い才気を持ち、虚嘱動作も際立っていたし、五人組の中では軍を抜いた美男であった。それが一年ほど前から酒の味を覚えたらしく、稽古の時にも酒の匂いをさせているようなことが多くなり、藤次郎の耳にまで悪い噂が伝わってくるようになっていた。そんな陰口を聞いてはいかん。藤次郎は苦々しく思いながら言った。 よその者が言ってさえ聞き苦しいことを、後輩のお前が言う方はないではないか。先生のお耳にでも入ったらどうするごめんなさい、もう言いません。悪気あって言ったわけではないだろうが、軽々しいことは、涼しまなくてはいけない。しょげてしまった少年の肩を叩いてやってから、藤次郎は着替えの部屋へ入っていった。二。 離れ作りになっているいろりの間には、もう四人の者が来て待っていた。勘右衛門は机に向かって、いつものように写経をしていたが、藤次郎が入ってきて、遅くなりまして、と、えしゃくしてざりつくと、筆を置いて静かに向き直った。どちらかというと、痩せた体つきで、声も柔らかく、動作も物うげな方だったが、人を見る眼光には、 独特の底深い威力があって、大抵のものは人にらみされると身がすくむと言っていた。いずれも疲れているところをご苦労。勘もんは低い声で言った。話というのは明日の掃除愛についてだが、その前に一応皆に聞いておきたいことがある。それは娘なみのことだ。年頃ではあるし、 もう演づけても良いと思っているが、もしおのおのに依存がなければ、明日の掃除いで勝ち抜いたものに、粉みをめどってもらいたいと思う。意外な言葉だった。ことに藤次郎には、たった今粉みから思いがけぬ誘いを受けたその意味が、初めてわかるように思えたので、熱い血が、一時に顔へ登るのを抑えきれなかった。こんな仕方は、 不謹慎と言われるかもしれない。しかし、他にいささか司祭もあるので、わしとしては、それが一番公平だと思うのだ。もっとも、おのおのの方で、粉みをめとることが嫌なれば、それはまた、自然と話は別になる。聞きたいと言ったのはこの点だが、どうであろうか。複雑なく意見を聞きたいが。結構でございますな。いきなり端の方から、 島崎一馬が、まるで糸見かかるように言った。先生と我々とは、標法をもって、指定の縁に繋がるものでござる。されば、一番標法に抜きんでた者が、お嬢様をいただくのは当然。決して、不謹慎などということはないと思います。他の者は知らず、この一馬は、喜んでお受けいたします。私も依存ございません。拙者も、お受けつかまつります。 みんな、カズマについて答えた。カんヤモンはさっきから、うつむいて黙っている、とうじろうに目をやった。なるせ、そこもとはどうだ。は、私も、む、もらん。とうじろうは、慌ててとうした。道場を出た五人は、みんなそれぞれに興奮していた。日頃厳格な師匠が、勝負に愛情をかけるなどという、 突飛なことを考え出したのが不審である。どう考えても妙だぜ。もっとも、先生自身も、これには少し死催があると言っておられたが、その死催というのがわからん。そんなことは、どちらでもいいじゃないか。カズマが乱暴に、みんなを遮っていった。川本の雛毛げしがもらえるんだ。こいつに不服のあるやつはないだろう。あの雛毛げしなら、 掃除愛に勝ち抜くだけの値打ちはあるぜ。そりゃ、勝てればいいがね。そうだ。タモリ伝蔵が言った。まったく、勝てばいいが、勝負は時の運だからな。今までは、誰のものでもない人だから、多少でも希望を持つことができたけれど、負けて他人に取られたら、それでおしまいだからな。おいおい、みんな。カズマは、再び押し付けるように。 それとも気候たち、勝つつもりでいるのか誰が負けるつもりでいるものか大笑いだ。失敬だが、この勝負は俺のものだぞ。第一気候たちが勝ったって、お嬢さんは決して喜びはしない。ちょうちんに釣り金というが、ひなげしに正気じゃ、はじめからせっくちがいだ。器量の良い者が、器量自慢をするのは、聞き苦しいものである。しかも、こう真正面からずけずけ言われては、 それが本当なだけに、みんなの不快はいそうだった。拙者は、ここで失礼する。拙者も、そっちから行こう。タモリと津川が、しらけた顔で言った。それを機会に、さっきから月神寺の方へ、回る折を待っていた藤次郎も。では、拙者も、立ち寄るところがあるから。と言って、別れを告げた。なんだ、おい。みんなおごったのが。ち。 ケツの穴の小さい奴らだな。カ馬の声を背に聞き流して、五人は三方へ分かれた。藤次郎は武家屋敷を出外れたところから左へ折れて、堀り沿いにカラスの森の方へ急いだ。足が地につかぬような気持ちだった。小波は知っていたに違いない。明日勝ち抜いたものに目合わすということを。すでにあの時は、 関右衛門から聞いて知っていたのだ。そして、藤次郎に二人だけで、一目を避けて会いたいと言ったのだ。ぜひ、お勝ちになって。そういうなみの顔が見えるように思えた。そして、若い胸は、荒々しい血の騒ぎでいっぱいになり、恥ずかしいほど、顔が熱くなるのを感じた。三。こちらでございます。 月神寺の山門を入って、昭老の横手から墓地の方へ曲がっていくと、左手の竹林の木陰から、そう呼びながら、小波が出てきた。ようお越しくださいました。あ、お待たせ申しまして。ぶしつけなお願いで、おいでくださらないのではないかと心配していましたの。本当に、ようこそ。いえ、そんなことはありません。近々と見る小波の美しさに、 藤次郎は目をあげえないほど眩しさを感じながら、次に来る言葉を恐ろしくさえ思い始めた。あの、父に気づかれぬうちに帰らねばなりませぬゆえ、お願いだけ申し上げますが。ほ、明日の掃除愛のこと、父からお聞きになりましたでしょう伺いました。それで、本当に、あの、娘の小さい胸は、 目に見えるほど波打っていた。こんなことを申し上げて、本当に、お下げすみなさいましょうけれど、実は、明日の試合に、あの、言いかけて、再び口ごもったが、藤次郎の促すような目を見ると、思い切ったという風で、申し上げにくいのですけれど、島崎様に、勝ちを譲ってあげていただきたいんですの。島崎に、 全身の血が、一時に抜けるような衝撃であった。藤次郎の顔が、さっと青染めるのには気づかず、小波はすがるような調子で。お打ち明けいたしますけれど、私、唐から島崎様を、お慕い申しておりました。こんなことを言っては、さぞ、みだらな奴と、お思いになりましょうけれど、カズ様も、私を思っていてくださいますの。でも、あの方は、 父があなたをひいきにしているのを知って、とても自分の望みは叶わぬとお考えになり、それ以来、あのように気持ちもすさんで、ひどくお酒を召し上がったり、乱暴をなすったり、この頃は、すっかり人違いのしたようなありさま、泥亀などと言われるまでに、やけになっていらっしゃいますわ。心臓の真った中を、無情な人やで射抜かれた藤二郎には、 それからのいちごいちごがまるで命を削る刃のように思われた。小みは乙女の恋の一筋に相手の顔色を読むゆとりもなく続けた。それを思うと私、とてもいたたまれませんの。このままではカズマ様はダメになってしまいますわ。そして私にはよくそれがわかりますの。あの方をお救いする道はたった一つしかございません。 なるせ様。あなたは、お立派な方ですわ。あなたには、小波の気持ちが、わかっていただけると思いますわ。どうぞ、カズマ様に、勝ちを譲って。しかし、島崎は自分で勝つと言いました。また、そうでないにしたところで、誰が勝つか。い,いえ、い,いえ。小波は激しく遮った。父がそう申しておりましたわ。五人の中では、あなたと、 カズマ様が軍を抜いているけれど、お二人の勝負になれば、カズマ様は、とてもあなたの敵ではあるまいって。ねえ、ナルセ様。あの方は、あなたにとっても、幼馴染みのはずです。どうぞ、粉身のお願いを、聞いてくださいまし。あなたのお気持ちは、よくわかります。当時郎は、枯れた声で、つぶやくように言った。しかし、それは到底できないことです。 どうしてですのなぜ他のことと違い、武士が名誉を落として行う勝負に、どんな理由があろうとも嘘、嘘偽りはできません。とても許されぬことです。ですから、小波は恥を忍んでお願いを。いや、なんと仰せられても、こればかりはお引き受けできません。また、島崎がいくら身を持ち崩していても、こしらい勝負で勝って、潔しとはしないでしょう。せっかくですが、 お断り申すより、致し方がありません。小波の顔が、にわかに青ざめた。若いながら、分別の深い人、思いやりのある人、わがままを言っても、兄のように許してくれる人、そう思っていた相手だった。こんな風に手厳しく、拒絶されようとは、夢にも思っていなかったのだ。失礼ですが、かようなところを、人に見られては、 あらぬ噂のもと。お話がそれだけでしたら、帰らせていただきたいが。どうぞ。力の抜けた声だった。では、ごめんください。逃げるように、藤次郎はキビスを返した。藤次郎は、自分を笑った。どんなに笑っても足りない気持ちだった。月神寺まで来てくれと言われたのを、 すぐに自分への好意と思い込んだ人の良さ。会えば必ず、明日はぜひお勝ちになって、と言うだろうと信じた。あの軽率な喜び、それがなんと無残に打ち砕かれたことだろう。ひなげしと正気では、はじめからせっくちがいだ。そう言ってあざ笑ったカズの声が、耳の底にまざまざと、針のように鋭く蘇ってきた。 4. 生まれつき気弱で、日常何事も控えめに、自分を抑えてまず他人を進めるという性質の藤次郎にとっては、それだけ余計にその打撃は大きく、かつ辛辣であった。あの場合、小身からの誘いを自分への好意ととったのは、果たして藤次郎の罪だろうか。い,いな、おそらく誰でもそう解釈したに違いあるまい。 彼は欲目でなく死の勘右衛門が常々自分に注目していてくれるのを知っていた。それだからこそ彼は人一倍剣の道に精進したし、今では五人組の誰にも負けぬ自信を持つまでに至っているのだ。同時にその自信の裏には、ナミもいつかは自分の家に迎えられるのではあるまいか、という密かな希望を抱いていたのである。これは 一人よがりの考え方かもしれない。しかし、かような条件の中にあって、それくらいの希望を抱くことは常識ではあるまいか。人間は弱点の多いものなのだ。当次郎が引き裂かれた心の痛みと自分の愚かさを憎み罵る思いとで、よひとよ悩み明かしていたとき、好みの方でも、 ほとんど眠れずに朝を迎えていた。あんなことを頼まなければよかった。もしかして、ナルセ様が私を思ってでもいたとしたら、恋がたきとしてどんなことをなさるかもしれはしない。普通なら負ける勝負も恨みを込めて必死にかかれば勝つ道りだわ。そう思うと、自分の謙虚な仕方が重ね重ね悔やまれた。とにかく、 なるせ藤次郎を見る自分の目が誤っていたのだ。あの人も世間普通の男に過ぎなかったのだ。そしておそらく明日は遺根を込めて凄まじく戦うだろう。でも、でも、カズマさんはお勝ちになるわ。きっと、きっとお勝ちになるわ。小波の真心だけでも勝たせて差し上げるわ。空が知らんできてからマドロンなので、 小波がいつもと違う物音に、ハッと目覚めた時には、すでに道場の方では、激しい市内の音がしていた。着替え身じまいもそこそこに、通い口へ出てみると、もう掃除合いは始まっていて、十件に二十件の道場は、踏み鳴らす足音、打ち合う市内、叫び交わす気合の響きで殺気立っていた。小波の目が、まず探したのはカズマだった。 彼は西だまりに寄った方にいて、このごろ絵手にして使う冗談からの激しいうちに、小気味の良いさえを見せながら勝ち抜いていた。しかし、女ではあるが、幼い頃から試合ぶりを見慣れている小みには、その殺うたるカズマの死内のさえが、自然に生まれ出るものではないことに気づいた。酔っていらっしゃる。小みは、愕然としてつぶやいた。藤次郎は、 ほとんど中央にいた。彼の試合ぶりも、またカズマに劣らぬ水際だったものだった。いや、彼のそんな凄まじい立ちさばきは、かつて誰も見たことはあるまい。勝負は一等。それが、ハンデをしたように面である。しかも相手の死内は、点で触らせもしないのだ。カズマは力を出し切っている。その気合の際には、余裕を借りた無理がある。 それに引き換えて、藤次郎は十分に余裕を持ち、いささかも気力に緩みが来ない。はあ、ダメだろうか。小波は胸苦しくつぶやいたが、見るに耐えなくなって今へ引き返した。試合は一時ごとに休憩を入れて昼食になり、食後半時の間を置いて続けられた。小波は気もそぞろになって今にも落ち着けず、と言って、 次第に疲れの見えるカズマの様子を見ているのも苦しく。どうぞ、どうぞ勝って、どうぞ、と、そればかりを念じながら、通い口と今との間を、生きた空もなく、行ったり来たりしていた。八つ近くになると、カズマの疲労は、頂点に達して見えた。呼吸も乱れてきたし、得意の冗談攻めも威力を失い、小手を狙ったり、 無謀な体当たりに出たり、必死の言うで、かろうじて、勝ちを取っているようだ。もうダメだ。小波はそう思った。そして、ぎゅっと唇を噛みしめながら、何事かうなずいた。休憩に入った時、小波は、そっと水口の方へ出て行った。さっきからカズマが、しきりに水を飲みに出るらしいのを見ていたのである。果たして、彼は井戸端にいた。 カズマ様。コナミは、走り寄り様いった。お怒りくださいますな。コナミは、あなた様がおいとしいばかりに、昨日、恥を忍んでナルセ様に、勝ちを譲ってくださいと、未練なお願いをいたしました。ナルセ様は、けれど、ナルセ様も、コナミを欲しがっていらっしゃるのです。あの方は、一でも勝つおつもりです。あなた様を、恋敵と恨んで、 んカズマはうめき声を上げた。勝って、勝ってくださいまし。あなたの妻になるほかに、生きがいのないなみですわ。そのなみは、あなたのために、昨日生まれて初めて、恥を忍びました。どうぞ、なみのために。酔いのために、ちばしったカズマの目が、一瞬勇気のように激しく光った。あなたは、 苦なことをなすった。カズマは、食いしばった歯の間から。しかし、よろしい、カズマは勝ちます。そう言って、ぷいっと立ち去った。その態度は、カビソリのように冷たく鋭いものだった。五。肉体の力というものには限度がある。人によって多少の差はあろうが、 力を出し切ったという状態は永続するものではない。しかし、精神の力がこれに加わると、体力はしばしば驚くべき飛躍をして、その限度を遥かに超越するものだ。疲労の頂点に来たと思われたカズマが、再び試合の始まるとともに奇跡のごとく蘇った。冗談攻めには戻れないまでも、月の手に凄まじいばかりの殺気が現れ、 十分に入れられたものの中には、道具を通して、喉を破られたものさえ出た。粉見は、初めて眉を開いた。よろしい。カズマは勝ちます。挑むように言った男の小姉が、その冷酷な鋭さを含んだ小姉が、今は乙女の胸を、乱にまで怪しくそそるのだった。勘右衛門の予言通り、勝ち抜いて残ったのは、やはり、藤次郎とカズマであった。 二人とも、さすがに疲れていたし、時間も十分にあったので、一刻の休憩が与えられた上、いよいよ小波をかけての決勝試合が開始された。二軒ほどの間を置いて、藤次郎は正願。これに対して、一馬は冗談。のしかかるような体制である。他の門人たちはじめ、勘ゲ門までが、息を引いて見守っている。 粉身は通い口に膝をつき、上ずった瞳を凝らしながら、まるで送信したように、口の内で神を念じ続けた。突如、劣白の気合とともに、カ馬がさっと空打ちを入れた。しかし、藤次郎は答えず、また身動きもしない。カ馬はとっさに元へ飛びし去って、今度は愛生眼。やや小手を右へ外して構えた。とみると、藤次郎が、 無言のまま、不意にぐっと一歩出た。引き絞った譲るのように緊張していたものが、その刹那に断ち切られた。や、とう。二つの掛け声と二人の体とが、相打つ伝光のように躍動した。そして、ほとんどその瞬間の間を、だだっと床板が鳴り、いったと、叫びながら、藤次郎が飛び抜いた。彼の死内は、 四五圏先へ飛んで、カラカラとなった。しかし次の刹那に、カズマは踏み込みざまもう一頭避ける隙を与えず、相手の肩へ打ちを入れた。無法である。藤次郎は右へ開きながら再び、参った参ったと叫ぶ。カズマはうわずった声で、た、確かに参ったな。こしらへ勝負だとは言わさんぞと、わめいた。 藤次郎の顔色が面合子の奥でさっと青くなった。異様な気配に見ていた人々も思わずハッとしたが、藤次郎はすぐカ馬から背きながら、確かに参った。というと、そのまま静かに墨へ尻添いた。掃除愛は終わった。毎年の例で試合の後には祝宴が開かれる。 今年も無論、その例の通り、風呂を浴びて気合を済ますと、新参の者たちが支度の番に回って、道場いっぱいに趣向の用意が始められた。藤次郎が風呂から出て支度を直していると、内門弟の小三郎少年が来て、先生がお呼びです、と伝えた。そうか、すぐに参るから、お岩にいらっしゃいます。うん。藤次郎の目に、 暗いものが刺した。とて、死の前へ出られる気持ちではなかったのである。頭から怒鳴られると思っていたのに、しかし、勘也門の瞳は意外にも、暖かく微笑んでいた。ご苦労だった。ずっとよれ。は、誠に、未熟千万のありさまを。いや、その話はよそう。勘也門は遮って言った。その話はよそう。そして、 今日のことは、そこもとも忘れてくれ。わびなければならぬのは、かえってこの勘へもんかもしれぬ。もったいない、さようなことが。いや、知っている。知っていながら、知らぬ顔でいなければならぬわしの気持ちも、苦しい。親は馬鹿なものだという。親はこの味を、わしはこの年齢になって、初めて知った。粉身はわしにとって一粒だね。恥を言えば、目に入れても、 痛くない気がする。しかし、親と子の心は、互いに食い違っていた。親の求めるものは、このものではなかった。そして、こればかりは、人の力で、押し曲げることはできなそうだ。先生、ナミの喜びに輝く目を見たよ。その時、勘右衛門の舌は、痺れてしまった。なるぜ。よくやってくれた。もう、もう、先生。 一瞬の静寂を塗って、道場の方から、門人たちの賑やかな笑い声が聞こえてきた。六ダメだ。キャッツはもうダメだ。どうしてあんなになったろう小田原随一の美人を妻にし、川本道場の師範代にまでなりながら、何が不平でああ暴れるのだ。飲み始めると、三日も四日も、家へ寄りつかんそうではないか。 五日ほど前には、西山の漁師出会いと大喧嘩をやって、何でも二三人怪我をさせたらしい。先生が横目へ頼んで、だいぶ治療代を払ったので、表沙汰にならずに済んだということだ。晴れではひなげしがお気の毒だぞ。聞くまいとする耳ほど噂の集まるはない。小波をめとってから半年と経たぬうちに、しばらく落ち着いていたカズマの行場が再び崩れ始めて、 夜も昼もなく酒を煽り、市販台となって道場へ出ると、酔った勢いの凶暴な稽古ぶりで、若い門人たちの恐怖の的になるばかり。しかもこの頃では、処方へ不義理までこしらえているという評判さえあるのだ。藤次郎は、あれから間もなく、お何度か出資を命ぜられたのを機に、道場からその席を退いていた。それは勘右衛門からも勧めたことで、 カズマと顔を合わせる時の辛さを察しての計らいだった。しかし、道場へは出なくとも噂は聞こえてくる。おい、なるせ。噂をしていた連中が呼びかけて。気候、どうして掃除合いの時、島崎を叩きのめしてやらなかったんだ。あんな奴に、小田原一の美人を取られるという法はないじゃないか。そうだとも。おかげであの人は、 涙の乾く日はないというし、先生だって不面目至極だ。どうなると、試合に分けた気候にも一般の責任はあるぞ。俺は今、思い出しても腹を高に逃げる。あの時、ナルセが参ったというのに、構わず重ね打ちを食わせたではないか。あの時の傲慢な面に、もう今日あることは分かっていたよ。ナルセはおとなしいから黙っていたが、拙者ならただは浮かぬところだ。 誰にしたってそうだろう。当次郎はちょうど退室の時になっていたので、噂話には良いほどの合図を打っておいてそこを立った。気候にも一般の責任がある。おそらく不用意に言ったのであろうが、この一言は当次郎の心を鋭く突き刺した。そうかもしれぬ。黄昏の迫る道を下城しながら、当次郎は、 息苦しいような後悔を感じた。俺は間違っていたかもしれない。生じあんな弱気を出した俺が悪かったのかもしれない。勝つべきは勝った上で、縁組だけを辞退していたら、そうしたら。だが、そうしたとてどうなろう。あの時もし負けたら、自尊心の強いカズマは剣道を投げ打っていたろうし、ナミへの恋も、たとえ、 死ぬほどの熱情ではあっても、おそらく殺してしまったに違いない。あの時小波は、カズマ様を救う、たった一つの道、だと言った。自分と結婚さえすれば、必ずカズマは、蘇生するからと言った。あの小波の、ひたむきな愛情を、どうして見殺しにすることができよう。小波の幸福になるなら、それで幼友達が救われるなら、 そう思ったからこそ、あえて武道を怪我したのではないか。しかし、責任の一般が、俺にあるということは丸かれない。不徹底な愛情などでは、どうしようもない大きな起きが人生にはあるのだ。俺は、中途半端な愛情のために、かえってあの人に、見せずとも良い悲しみを見せてしまった。結婚のできなかった悲しみには、まだ救いがある。 男の醜い奥底を知り、自分が取り返しのつかぬ失策をしたのだと気づくことに比べれば、その方がどんなに美しいか知れないだろう。自分はこなみに悲しみを与えるとともに、乙女の胸に描いていた絵のような偶像をも打ち壊して見せたのだ。俺があの人に捧げた愛情は、結果において、こんな無慈悲なことにしか、 役立たなかったのだ。俺は馬鹿だった。藤次郎は、うめくように呟いた。これがもし、他の人間なら、ここまで己を責めることはなかったろう。また、藤次郎にしたところで、もし彼が好みを恋していたのでなかったら、おそらく、もっと楽な考え方があったに違いない。彼の恋は、珍しいほど純粋だった。 それゆえ、その受ける苦しさもまた、その程度ではすまなかったのである。その日から、五日目にあたる夜のことだった。藤次郎が夕食の後で、今に引き取って西をしたためていると、庭木戸の悪音がして、なるせ、なるせ、と、呼ぶ声がした。そんなところから誰だ、タモリか。俺だ。 カズマだ。藤次郎は、その声を聞いた途端に、背から水を浴びせられたような寒気を感じた。何か、異常なことが起こったぞ。そういう直感がひらめいたのである。すぐに立って障子を開けると、果たして、縁先へ伸べるように倒れているカズマは、地味泥だった。七、どうした島崎 肩へ手をかけて呼ぶと、し、騒がないでくれ。そして、どうか、俺の言うことをよく聞いてくれ。カズマの呼吸は、もう、全然たるものだった。一目でわかる、肩をけさがけに切られた傷。素晴らしい一刀が、明らかに致命傷だ。よし、何でも聞くぞ。行ってみろ。形げない。俺は、殿のご上位で。 今宵、塚原五郎兵衛を、巨有ちに向かったのだ。藤次郎は、上中の噂を思い出した。塚原五郎兵衛は一刀流の達者で、川本勘也門が迎えられるまでは、藩の剣道師範役を務めていた。腕はできるが、性質の粗豪な人物で、勘也門に席を奪われてから、不平満々の日を送っていた。それがつい二日ほど前、 主君、ただざね公の御前で、無礼の振る舞いをしたため、平門を命ぜられたということを聞いたが、ついにそれでは、御意打ちを仰せい出されたのであろう。して、守備よく打ち取ったかダメだった。人たちも合わせず、抜き打ちをかけられて、このざまだ。気功を、飲んでいったな。勘にしてくれ。俺は、俺は恥ずかしい。 カズマはハイから絞り出すように埋めいて、がっくりと縁へ打ち伏した。藤次郎は素早く立っていって、湯飲みに左右を継ぎ、半死を引き裂いて戻ると、左右に浸して、カズマを抱き起こし、カズマ、左右だ。舌を示せ。うっ。カズマは視力の弱った目を見開いて、藤次郎の顔を探し求めるようにしながら、半死の雫をようやく下へ滑らした。 さあ、しっかりしろ、カズマ。言いたいというのは何だ頼みがある。これまでにも、数えきれの迷惑をかけたが、最後に、もう一つの頼みだ。なるぜ。どうか、五郎兵を打ってくれ。このままでは、いかにヤクザな俺でも、死にきれないぞ。残念で、残念で。よし、それは確かに吹き受けた。やってくれるか。しべた。 これでカズマも死ねる。クザな生涯にも、これで安心しておさらばできる。なるぜ。俺は気候にとって、姉妹まで邪魔者でしかなかったな。さぞ嫌やな奴やだったろう。いや、言わせてくれ。俺はよく知っていたんだ。ナ身を譲ってくれたことだって知っていた。あの時、踏み込んでいった重ね打ちの一本な。あれは、俺が。 俺自身を売っていたのだぜ。聞こう。俺を泣かせるぞ。当次郎は泣き虫だ。昔からそうだった。だから貧乏口を引くんだ。けれども、それも終わりだ。俺が死んだら、今度から強く生きてくれ。今度こそ、当次郎がのすばんだ。畜生しし、最後に泣き虫の顔を一目見たいが。 もう、すっかり見えなくなった。もう、さようならだ。こナミに行ってくれ。こナミに、カズマは。言い切らずに、カズマは打ち入った。藤次郎の方には、咳を切ったように涙が溢れていた。彼はカズマの耳に口を寄せて。安心しろ、カズマ。気候の面目は、藤次郎が立派に立ててやるぞ。 分かったか分かったか、カツマ。勝馬繰り返し囁くと、死体をそこへ横たえて立ち、机に向かって、手早く一通の書面をしたためた。そして、家父の部屋へ行って、これから一時ほど経ったら、この書面を目付役まで届けてくれ。夜中ながら、ご上位の剣だといえば受け取るから。ほ、一時の地でござりまするな。なるせの家のものだと申してはならんぞ。 それから、拙者はちょっと出かけるから。書面を渡して戻った。それから、半時ほど後のことである。御勝組屋敷の外れにある塚原五郎兵衛の屋敷の門前へ、一馬の死体を背負って、藤二郎が現れた。いてる夜で、道はもう真っ白に霜が結び、ひょうひょうと吹く風は、骨を刺すように寒い。 藤次郎は死体を門前に下ろすと、手早く助き、汗止めをし、墓物猛立ちを固く取り上げると、大剣を抜いて、くぐり門に近づき、静かに叩きながら、ご門番、ご門番、と呼んだ。誰だ内側から、先を含んだ依頼があった。藤次郎は、わざと低めた小金で、上中より、 うってを差し向けられるとの風評を受けたまわり、かつて先生より教えを受けた門人の一人として、いかにも傍観しがたく、いささかご女性のために参上をつかまつった。先生にお取り次ぎください。門人衆というか、渡辺金也と申す。金也は実在の人物だし、五郎兵衛とは最も近い間柄である。その時、玄関にいた五郎兵衛の弟の道十郎がこれを聞いたから、 よし、門を開けてやれ。と言った。掛け金を外して、万氏が氷門をガラガラと開ける。刹那、踏み込んできた藤次郎は、物をも言わず、左右にいた万氏二人を、水もたまらず切り伏せた。やや、積ものと、行転する道十郎。売ってだと、玄関に詰めていた五六名が総立ちになる。その混乱の真っただ中へ。上位だ五郎兵衛 出会いへい。わめきながら、藤次郎は切り込んだ。八。夜が、明けかかっていた。目付役から使わされた急市に案内されて、川本勘衛門と小波の二人は、川本勘衛門と小波の二人は、雪のような霜を踏みながら、塚原五郎兵衛の屋敷へ駆けつけた。 屋敷の周りに、警護していた目付け方の者たちは、親子を見ると、みんな丁寧に目礼して道を開け、玄関にいる目付け役、高木健六の方へ知らせた。健六も、川本道場の門人であった。お待ち申しておりました。さ、ずっと。お役目、ご苦労でござる。勘右衛門は会釈をして、ご死者をいただき、 片付けのを存ずる。カズマが御意打ちをしとけたとのよしでござるが、ほ、手前も書面によって駆けつけましたが、すでに御意を果たし終わられた後で、一応見分をいたしました上、お知らせ申し上げた次第でございます。しびよく、いたしましたろうか。どうぞ、ご覧ください。ちょうちんを持って、見録が案内に至った。玄関に三名倒れていた。 家来と見えるが、いずれも真っ向に受けた一刀で絶命している。さらに次の間に二目。広間へ入るとそこに読め。あたりは一面の血だまりである。なおよく見ると、床の間の前に寄り重なって倒れている死体の、下が五郎べ、上にあるのがカズマだった。あっぱれと申してよいやら、壮烈と申してよいやら、実に。 元禄は、声を詰まらせていった。ただ一人にて、住人に余る敵を、各見事に仕留めた腕前、さすがに先生のお婿がねと、僭越ながら、感服つかまつりました。これこそ、鬼人も及ばぬお働き、先生にも、ご満足のことと、はばかりながら、ご教中、お察しつかまつります。痛みいる。勘言者は、声を震わせながら、 コナミ、見てやれ。と、振り返って言った。あっぱれやったぞ、カズマめ。過法な死に様じゃのう、過法な。ミー、泥壁の悪名も、これで綺麗に注がれるであろう。褒めてやれ。は、はい。泣く奴があるか。カズマは武士らしく死んだのだ。褒めてやれ。褒めてやれ。旦那様。コナミは避けるように言って、 カズマの死体の前へ手をついた。よう遊ばしました。あなた様は、こなみのお信じ申し上げました通り、やはり、立派なお方でございました。さぞ、ご恩謀でございましょう。こなみも嬉しゅう存じます。切々たる声に、居並ぶ者、一人として泣かぬはなかった。窓の外に、朝の光が動いて、 すずめの声が、やかましく聞こえ始めていた。その夜であったが、勘右衛門は、前触れもなく、藤次郎を訪れた。底深い意欲のある勘右衛門の瞳が、その時もまた、暖かく、梅雨を含んでいた。気候の差し量は、確か、ただよしであったなは。無名ではございますが。 よく切れるな。勘右衛門の顔に、ちらと微笑が浮かんだ。藤次郎は眩しそうに瞬きをしながら。さあ、いかがでございましょうか。いかんいかん。住人ほとんど全部、真っ向の一頭で仕留めるなんど、まるで手形を残したも同じことじゃ。わしを騙すなら、もっと上手にやるがよい。あの立ち口は、勘右衛門の秘伝で。 それを伝えた者は、門弟中、ただ一人しかないはず。第一、カズマの剣には、血こそついていたが、心得のある者が見れば、一目で後から塗ったものとわかるぞ。それは不思議な。不思議なのは、なるせ、むしろ即元だ。ンエモンは、一瞬目を潤ませたが、急に頭を振っていった。しかし、それは言わぬことにしよう。 言葉にするには、あまりに惜しい行くたてだ。一言だけ言わせてもらえば、カイエモンは57歳にして初めて、こんなにも人間は頼もしいものかということを感じて、泣いた。カズマは、小田原藩の武士の機関と呼ばれるだろう。な波も、カズマの未亡人として、心足りた一生を送るに違いない。だが、たった一つ。 一番大事なことは、誰も知らずに。先生。はっはは。許せ、愚痴だ。もはや、抑えきれなかった。老館へ紋の両目から、熱いものが、ひたひたと溢れ落ちた。今宵もまた、広くいてる。朝になったら、さぞ、美しい霜であろう。